昭和の名作ドラマスクールウォーズをご存知でしょうか。このドラマは実際に京都にあったラグビーの名門校、伏見工業高校をモデルに作られました。かつては京都一荒廃しきった高校でしたが、ラグビー元日本代表の熱血教師、山口義晴先生が立ち上がります。そんな伏見校に京都一の悪、山本慎吾が入学してきます。180センチ90キロの巨漢だった慎吾に目をつけた山口先生は、お前、喧嘩強いやろ。ラグビーはルールのある喧嘩や。やってみ。と半ば強引にラグビー部に入部させます。その後ドラマで描かれた以上の激しい衝突がたくさんあったと思いますが、慎吾は山口先生夫妻の愛情、チームメイトとの友情、勝利の感動などを学び、見事に構成して高校日本代表にまで選抜されます。そして山口先生に、荒れる子供たちの気持ちが分かるのはお前しかいないと勧められ、慎吾は高校教師になります。その時山口先生は慎吾の肩に顔をうずめ、男泣きに泣きました。将来はヤクザになるだろうと言われていた札付きのワルが、高校ラグビー日本代表になり高校教師になったんです。人はきっかけ一つで大きく変わります。ですから自分は、などと諦めないでください。人はいつからでも何者にでもなれるんです。